ラブコメの掟、こじらせ女子と年下男子でテレビドラマデビューした前田健太郎、さん。2021年は仮面ライダーリバイスの主役に抜擢されて話題になりました。今回はそんな前田さんの学歴を紹介していきます。世界を守るヒーローとなった前田さんは今までどんな学校で勉強してきたのでしょうか。前田健太郎のプロフィール、愛称前田くん、本名前田健太郎、生年月日1999年9月6日、身長182センチメートル、出身地埼玉県、最終学歴獨協大学、所属事務所 LDH ジャパン、目次前田健太郎は獨協大学でダンスをしていた。空手部で活躍した栄北高校時代、中学と小学校の噂、前田健太郎は獨協大学でダンスをしていた。前田健太郎さんは自分が通っていた大学の名前を明かしていません。プロフィールには記載されておらず、インタビューなどで発言したこともないようです。ですが、ネット上では埼玉県の獨協大学という情報がありました。第44回松前重吉杯争奪学生競技ダンス選手権大会の結果一覧に前田さんの名前と獨協大学という記載があったので、可能性は高そうです。同姓同名の別人という可能性もありますが、前田さんはインタビューで大学時代にダンス部だったことを明かしていました。大学の社交ダンスはほとんどの人にとってスタートラインが一緒なので、絶対に努力した分だけ結果が出ると思い、熱心に取り組みました。引用元、前田健太郎さんスペシャルインタビュー。ダンスをやっていた前田健太郎となると、おそらく本人と思われます。ジュノンボーイと並行して社交ダンスに挑戦。大学時代の前田さんは、第31回ジュノンスーパーボーイコンテストにも出場しています。そのため、社交ダンスも同時進行で行うのは、少し大変だったようです。入学時から出場を決めていた前田さんは、コンテストだけに集中するつもりだったそうですが、応募とほぼ同じ時期に参加した新入生歓迎会で、社交ダンス部からの熱心な勧誘を受けます。前田さんは断ったそうですが、歓迎会以降も繰り返し誘いを受けることになり、ついに入部を決めたのだとか。最初に社交ダンス部を見た時から、かっこいい、とは感じていたそうで、入部してからは積極的に練習を始めたという前田さん。ジュノンの方は落ちてしまいましたが、1年生の時に参加した社交ダンスの大会では、優勝した経験があるそうです。大学時代のダンス経験が仕事でも生きている仮面ライダーリバイスのプロデューサーを務める望月拓さんは、社交ダンスで鍛えた前田さんの姿勢を高く評価しています。オーラの源はどこだと探ってみたところ、内面的な真面目さや礼儀正しさという姿勢はさることながら、ビジュアル的な背筋がピンと伸びているその姿勢が非常に印象的でした。変身ポーズをさせてみると、すでにヒーローそのものでしたね。引用元、仮面ライダーリバイス、誕生秘話、悪魔と契約する仮面ライダーはこうして生まれた。前田さん演じる主人公、五十嵐一輝が変身する仮面ライダーリバイは、ベルトにスタンプを押すという独特の変身プロセスが特徴。一風変わった変身ポーズになっていますが、ピシッと背筋を伸ばした前田さんが演じると、確かにとてもかっこよく見えます。変身後のアクションシーンを演じるスーツアクターの縄田裕也さんは、前田さんの姿勢を見て、変身前のお芝居と動きを合わせているそうです。こうした仮面ライダーでの仕事ぶりを見ると、大学時代の社交ダンス経験が、しっかり生きていることがわかります。ジュノン、社交ダンス、そして勉強という大学生活は大変だったと思いますが、学生時代に頑張ったことが仕事で役立つというのは素晴らしいことです。
今後は社交ダンスを踊る役に選ばれることも期待できるかもしれません。空手部で活躍した栄北高校時代、前田健太郎さんが通っていた高校は埼玉県の栄北高等学校のようです。第52開国際原生流空手道連盟部徳会全国大会の結果一覧に、前田さんの名前と学校名が記載されていました。準優勝、前田健太郎、埼玉、栄北高校。引用元、第52開国際原生流空手道連盟部徳会全国大会結果。前田さんは中学と高校で空手部に所属していたことを明かしているので、おそらく本人と思われます。僕は中学、高校と空手部、大学では社交ダンス部に入り、規律正しい生活をしてきました。引用元、仮面ライダーリバイス、前田健太郎、新ライダーへの思い、変身の旅に50年の重み感じる。空手の大会で準優勝するほどとなると、前田さんの空手の腕はかなりのもの。公式のプロフィールによると、空手2段の実力があるようです。となれば、仮面ライダーのアクションシーンは、かなり迫力のあるものになるでしょう。今後出演する映画やドラマでも、高い身体能力を活かすことができそうです。中学と小学校の噂。前田さんの中学については、埼玉県の川口市立岸川中学校という噂があります。2014年に行われた第22回全国中学生空手道選手権大会に、岸川中学校の代表選手として出場しているそうです。2014年となると、1999年生まれの前田さんは15歳のはず。年齢的に中学生くらいであり、空手部所属だったことは本人が認めているので、可能性は高そうです。小学校についての情報はほとんどなく、どこに通っていたのかは、今のところ不明です。ですが、中学から大学まで全て埼玉県の学校なので、小学校も同じと思われます。子供の頃に出身地から離れたという情報もないため、埼玉県内のどこかなのでしょう。